ハラペコアザラシと申します。三国志14、難易度は上級、シナリオは反董卓連合、選択君主は劉備、第29回を始めさせていただきます。前回、同盟の破棄により配下武将の大量離脱を招いた曹操軍、その曹操軍の配下、それと君主である曹操、こちらの東洋に次から次へと成功し、ついに演術の夜、縁、そして検定が終わす落葉、この二都市の同時進行作戦を開始できるまでに状況が整いました。それではこの二都市同時進行作戦が成功するかどうか、お付き合いいただきましたら幸いでございます。はい、それでは縁攻略戦を見ながら進めてまいりましょう。うまくいった。聞いてください。お、決裁提案が、お、イベントがある。高速位。はい、五冠皇帝が存在、大芝12以上、州の数が4、土地占有率35、公金ではない。ではこちら高速位行っていきましょう。はい、これで何校になるんだ。高速位おめでとうございます。義校とかね、義王とかありますけどね、何校なんですかね、ちょっとそれが気になっちゃいますね。はい、では縁攻略戦を見ていきましょう。では進めます。達成いたしました。一応ここなるんですね。お、打って出てきましたね。誰だ、牛金か。あ、しまった。うわー、想像強いな。1369。誰か応援できるような女性の部隊を連れていけばよかった。あー、これは一瞬でしょうね。うわー、溶けてくなー。すごいな、曹操隊。報告いたします。はい、ではこちらからも女性多分いますよね。いないかな。応援、警告でもいいかもしれない。いや、応援の方がいいでしょう。で、応援で1000、こちらでちょっと行きましょう。お、引いてきますね。出陣ですね。はい、そしたら伝与は入場させて、各駅も入場させましょう。で、この隊で攻撃を仕掛けましょう。伝与も一緒に攻撃するか、ここまで来たら。わかり申した。よし、ではこれでいいでしょう。はい、それでは進めてまいります。縁からさらに出てくるかな。いや、これは出てこなさそうだな。ん、女性と両方の一騎打ち。あー、結構いい勝負なんじゃないか。81対83。うわー、これはちょっとまずいな。震えてないで出てこい。これで女性に負けるとあんまりよろしくないですね。まあ、よろしくないのは当たり前なんだけど。いや、まずいまずいまずい。いやいや、ちょっと両方も戦ってよ。ちょっと、あ、なんとか勝てるか。おお、なんとか勝った。いやー、危なかった。やられるかと思いましたよ。よし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 、死者がお待ちです。はい、高遜色の使者が届きました。はい、受け取っておきましょう。あ、そうだ、孫作とちょっと有効度上げていかなきゃいけないですね。よし、牛金を撃破です。あ、演術に奪われちゃいましたね。これはまずい。すぐ取り返さないと補給路が途絶えちゃいますね。うわ、下降トンが食らいまくってる。はい、勝敗が大都市になりました。報告いたします。
はい、それでは円に向かって本当を仕掛けましょう。カフォートンはこのようなルートをたどりましょう。ご命令を。テイクはこのようなルートで進みましょう。ソースはこのルートです。で、加工園はこのルートで進軍しましょう。はい、カクトは一旦ここで休憩しましょうかね。ちょっと4万もいるから、ここはもうね、結構そういう意味じゃ、なんていうんですか、一筋縄じゃいかないと思うんですよね。なのでちょっと焦らないで、ここは一度ちゃんと陣形を整えましょう。よっしゃ、呼んだか、任せろ。で、応援の部隊もここまで進軍しましょう。はい、では、はい、決済でやめていきましょう。女性隊に家計を仕掛けましょう。劉備の兵補充はいいですかね、まだ。いやー、でも補充しておくに越したことはないな。3000しかいないからな。補充しておきましょう。はい、では進めていきます。円からが兵が出なければもう楽勝だと思うんですけどね。よし、清水になった。これで安心ですね。お、加工党の豪気昇天。どういうあれなんですかね、ちょっとわかんないな。報告いたします。呼びましたか。はい、で、演術がまだ攻めてる。女性が諦めないですね。いや、深夜も少ないな、早くついてほしい。ま、円はもう遠からず落ちますね。あとはここですね。何用か。わかり申した。何用か。わかり申した。はい、では決済提案見ていきましょう。女性隊混乱狙っていきましょう。演術に対しての策略は積極的にかけていきましょう。で、こんなもんでいいでしょう。では進行していきましょう。うまくいった、成功だ。はい、足止めは成功しました。これで勝者がつけばね、もう多分簡単に勝てるとは思うんですよね。よし、勝者が取り付いた。報告いたします。はい、ではまず報酬配れる方いないので決済手やめていきましょう。女性隊にかけやっていきましょう。推挙してもらいましょう。達成いたしました。はい、また推挙してもらいましょう。成功だ。はい、では報酬を配れる方配っていきましょう。ありがたく。はい、それではここもね、結構うまく並べられたと思うので、まず張飛をここに進軍させ、落葉に攻撃しましょう。義援は北方から攻撃をさせましょう。呼びましたか。こちら勝者はこちらから攻撃しましょう。呼んだか。で、関羽はここから攻撃しましょう。で、伝言はここに進軍。劉備もここに進軍。任せてくれ。どうしました。この部隊はここまで進軍しましょう。承知しました。よし、これでいいでしょう。いやー、この大進行作戦が成功するかどうかですね。はい、采配は溜まってますからね、ぶち当たった瞬間に入れていきましょう。あと一人ちょっとね、指定し忘れてるので今のうち指定しとくか。そしたら早々にしといた方がいいかな。ギブの強が強そうですからね。ちょっと早々にしておきましょう。30日かかっちゃうんですよね。ちょっとしくじりましたね。もう少し前にやっておけばよかった。はい、それでは進めてまいりましょう。落葉の方がちょっと守備は上々です。
楽屋の方がちょっとねナーバスですかね。よし、みんな取り付きましたね。死者が到着しました。はい、高層職から死者が届きました。はい、受け取らない理由がないので受け取っておきます。お、円が半分まで耐久削れましたね。あ、奪われちゃいましたね。果たせぬか。あー、方針さんが死んじゃいましたね。報告いたします。これは1700、3000程度の勝者じゃあんまり解けないから、とりあえず劉備はここに進軍しましょうかね。いや、劉備はやっぱりこの2人の後ろがいいな。で、伝与隊がここに進軍しましょう。はい、何か用ですか。あと1マスだけ進めましょうかね。そうすれば全員にね当たりますからね。あと勝者使える武将もう一人二人ぐらい出した方がいいかもしれないな。勝者とあと投石、そしてはこの二人出しましょう。投石と勝者で兵士数最大2000ずつ、合計4000ですね。いや本当にこれで出陣します。これで陳留の兵が本当にゼロになりますね。では勝敗から出陣できる人いないかな。陣形で水行いますね。用心さん。あ、そしたら、よいしょ。呼び寄せで、関水さん呼びましょう。まだ生きてらっしゃるよね。亡くなったって。よしよしよし。では、関水さん呼びましょう。行ってまいろ。はい。縁はもう落ちる寸前ですね。はい。女性はまだ戦い続けますね。ではこの2体で攻撃を仕掛けて自己命令退却できましょう。でもう大凶は応援をいらないので入場しましょう。はい、ではこれで進めていきましょう。落葉から、たやすいことです。はい、落葉から武将、あ、やっぱ出てきた。はい、縁が第2段階ですね。はい、ではまず義援で反骨陣を呂布に当てていきましょう。で関羽の軍神を趙羽に当てていきましょう。いや、恐ろしいメンツだな。ではいきます。まず軍神を趙飛との連携ですね。どれぐらいダメージ入る。おお、6600、とんでもないな。あら、反骨陣もう一回やり直さないといけないですね。ではいきます。この義援が軽くひねってくれよぞ。どうだ、1818。いやー、ちょっとダメだな。はい、心配りは受け取っていきましょう。はい、円が陥落いたしました。はい、では全員、あー、準受けとかね、仲間個室もね、うちにいた人なんですけどね。6人の投与に失敗、バキューは投与に成功いたしました。ではみんなあとは捕虜になってもらいましょう。お、落葉が第1段階ですね。はい、女性を捕らえました。投与しましょう。では捕虜になってもらいましょう。いやー、結構取られるな。あー、壊滅しちゃった。まあ仕方がないですね。ちょっと義援には荷が重いので張飛を北に派遣しましょうかね。義援だけじゃ勝てないよな。落葉を落とせるかな、このまま。微妙っちゃ微妙だけどな。どうした、義援をここまで下げるかで攻撃しよう。任せろ。いや、そんなことしなくても勝手になるか。いいでしょう、これで。で、あとこの2人が届けばなんとかなるんじゃないかなと。甘いかな。
いやー、あとはここですね。倒せるかな。ほんとそこですね。まずは趙軍を撃滅するのが先ですね。で、その後、呂布のことは考えましょう。では、進めます。ああ、呂布対義円。勝てるかな。多分無理だよな。うわ、110対94。嘘だろ、16も差があるのかよ。義円だって相当強いのに。この俺に挑むだと？この義円を殺せるものがあるか！いやー、また不吉な不吉なセリフを。おお、やばいやばい。嘘だろ、義円強いぞ。簡単にやられてるじゃないか。これは超運。ちょっと。万人敵を呂布に当てましょう。では行きます。お、3人の連携。これでどれぐらい与えられる？お、すごい。回復もしたし。ご確いい認でくすださい。ね。いいですね。回復もしたし。では、ご命令こですの部か。隊はこちらに進軍しはまい。しょう。で、伝与でここと、ここに行きましょう。精細承知。で、両方に対して矢を追いかけましょう。よし。では、決済、手を見ていきましょう。呂布に対する混乱とか、ダメですね。士気低下。はい。まともな提案がない。とりあえず見ていくしかないか。なんとかこの呂布を落とさないといけないですね。では、進めます。逆に言うと、呂布さえ落とせば、もうここは勝てるでしょう。はい。落葉が第2段階、もう少しで落ちますね。使者がお待ちです。はい。まあ、同盟結ぶのはいいでしょう。今のところ、下腹の戦場を動かす気はないですからね。はい。いやー、まだ采配使えないですね。やばいぞ、これ、カウがやられちゃうぞ。でも、落葉なんとか落ちるか？では、いきます。ああ、劉備が壊滅した。まずい。報告いたします。これはまずいぞ。いやー、これはちょっとまずいことになったぞ。 ちょっと焦りすぎましたかね。何用か。心得申した。ここに。なんとか張飛が蹴散らしてくれるといいんですけどね。はい、決済提案見ていきましょう。はい、訴状隊の規制を削いでいきましょう。お、呂布隊の混乱、ぜひこれはやっていきましょう。火に囲まれてます。召喚向かわせましょう。王子服の勢いを止めてもらいましょう。はい、それではちょっと関羽がまた捕まりそうな雰囲気がありますが、ちょっとやっていきましょう。上々です。成功だ。達成いたよしましし、呂た。布隊の混乱は素晴らしい。これでギリギリなんとかなるか？やる関羽がな。壊滅。いやー、捕らえられた。趙雲が捕獲ですね。万人敵。お、ここは趙雲に当てていきましょう。よし、これで関羽を解放してくれるでしょう。よし、趙雲撃破です。いいんじゃないか。これで呂布も倒せるだろう、きっと。いやー、いけるか。ご確認ください。
ではこの全軍で楽より攻撃を開始しましょう。ここに。さすがに呂布落ちるでしょう。どうされましたか。勝者はちょっとね迂回していきましょう。もうこの隊はねちょっともう捨て石でも全然結構ですよ。進軍しましょう。はい、それではスタートしていきます。なんとか呂布は簡単に落とせるよね。いやー、まず張飛が壊滅しちゃいましたね。いやー、これはまずいんじゃないか。吉報をお持ちしました。成功だ。たやすいことです。お喜びください。役に立ちましたぞ。喜べ。なんと、うわー、これはまずい。呂布をそろかに壊滅と。お待ちです。こちらは OK ですね、別にね。叩き潰す。ああ、奪われちゃいましたね。攻め立てよ。いやー、これはどうなる。追加で軍出しましょう。出陣でカーンがまた傷を負ってる。カーン傷つきすぎでしょ。では張飛に全軍を率いて楽より攻撃してもらいましょう。張飛様の出陣だ。いや、これで落ちるでしょさすがに。で、伝言は道を開けるためにここに進軍して待機しましょう。はい、それでは進めてまいりましょう。こんなものだ。戦車が出ましたね。もう落ちるんじゃないか。ご確認ください。いかがした。これはここに中継して攻撃すればもう耐久ゼロだよな、きっと。耐久48、これでいけるでしょきっと。で、張飛もつくといいんじゃないですかね。ん、この部隊はどこに行くつもりだ。長藩。まあここはもう仕方ないですね。石壁がこうなってますからね。ただちょっと防衛隊は出したいかな。うん、12万あるから出しても大丈夫ですね。では顔料を炎症で、あとまあやっぱり文章も入れた方がいいですね。この2人でいきましょう。3人ですね。3人でいきましょう。では長藩に進軍いたしましょう。ではこれで進行いたします。吉報をお持ちし、成功です。いやー、結構取られるな。はい、洛陽陥落です。擁立しますか。もちろん擁立いたします。会いたかったぞ皇女、そなたの力で艦長の意向を取り戻してくれ。劉備が検定を擁立しました。天使の意向はまさに玉下玉上です。金下玉上です。ですね、すいません、間違えました。我々も見合う働きをせればなりません。いやー、なんとか楽よ抑えましたね。もう脱離点と。はい、では投与しましょう。はい、全員失敗ですね。では捕虜にいたしましょう。使者がお待ちです。はい、捜索からの使者が届きました。あ、同盟の向こうから。もう当然ですよ、これは結びますよ。わあ、恐ろしいな。投石台とか作ってますね。これちょっと魚雷機を撃破しに行きましょう。任せろ。いかがだったでしょうか。縁、そしてついに洛陽を陥落させた劉備軍。しかもご覧いただきましたかね、洛陽を陥落させた伝与隊の残りの兵力は82という、ありえない数字でなんとか陥落をさせることに成功いたしました。しかも洛陽には検定がいらっしゃって、劉備軍は
検定を擁立することにも成功いたしました。いやー、ほんと白氷の勝利と言ってもいいと思うんですけれども、なんとか勝つことができました。それでは今回はこれで終了とさせていただきます。また次回お付き合いいただきましたら幸いでございます。